皆さんおはようございます。マン、ダーマン、クーバー、キンダです。キンダイの P リング愛。今日はですね、三上彩さん、フリーアナウンサーとリアル二刀流でやってました。所属事務所は全然違います。もしも所属事務所が P リングで出た、アナウンサー大国でおなじみ、フリーアナウンサー大国でおなじみのセントホースが出たら、もう美しい選手ばかりですごいです。あとは、吉本クリエイティブ、吉本工業が出たら、もうお笑いで、本当にずっこけやん吉本新喜劇と二刀流やったら、ほんとすごいやん。ほんま、ずっこけやん あとは、出川さんが率いる魔石はどうでしょう。リアクション芸がやっぱり山田由にぴったりかもしれませんが、リアクション芸のボーラーも面白いね。あとは、グレープカンパニーも面白いですし、あとはまあ、サンミュージックでボーリングやったら一発屋になるかも、西小銀行はまだブレイク中、メイプル超ボーリングカズはインテリ学としてブレイク中、一発屋なのは旗ヨーやダンディー坂のくらいですね。スギちゃんとか、ガッツうん。はい、他にもね、 所属。あとはまあ、女優でオスカーとか、オスカープロダクションとか、あとはいろんなマイムプロとか、その他も,のもの、あとは伊沢プロ、ドリフだったら面白いよ、伊沢プロも面白いんじゃないかなと思う。あとは、オフィス来たのでボーリングしたら、本当北野武さんからほんと怒られますね、これ。無理ですね、無茶ですね、はい。田辺な、クリエイティブもいいかもしれないです。タモリさん所属の、はい。あと、他にも何か所属、事務所あれば、コメントでお願いします。はい、以上です。バイバイ。